こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はカリフォルニア車両登録更新しましたロサンゼルスの今という話です。6月は車両登録更新の月なんです。毎年更新しているカリフォルニア車両登録についてお伝えします。今ご覧いただいているところはね、これスモックチェックをする、会社なんですけれどもね、それは後ほどご説明したいと思います。さてですね、車を買いますとね、毎年必ずその買った月に、ナンバープレートですよね、それを1年ごとにですね、使っているよということでね、更新しなくてはいけません。でその月になるとね、月の60日前ぐらいから、DMV からですね、このような書類が送られてきまして、要するに内容としてはもう1年乗りますか乗りませんか乗るんだったらお金いくらですよという、そんなね内容なんです。で、ちょっと今回はね、2年ごとにこの車はスモークガスのチェックがあったので、それがついている年だったという、その辺がちょっと違うんですね。さてね、ご覧いただいているのはカリフォルニアのナンバーなんですけれども、このナンバーの見方としては、6月ですから準ということで、6月登録で、右側のところですね、ちゃんと登録した証となるステッカーですね、貼られてますよということで、これでね、ちゃんとお金払ってるかっていうのが分かることになっています。でお金を払いますとね、DMV から、大体ですね2週間ぐらいで、このようなねシールが送られてきまして、毎年ねこのシールを貼り替える、あるいは私の場合はね上に貼り付けてますけどね、それを貼っていくという作業になります。これはね手続き自身はそんなに大変なことじゃなくてですね、単純に、車のですね、登録の内容に従ってですね DMV にお金を払い続けていれば問題はないんですが、ある時ですね、車による、また年数にもよると思うんですけれどもね、スモークチェックをしなくちゃいけないという運びになっています。さてですね、このカリフォルニアの車両登録の更新するために、やり方はいくつあるんですけどね、私はオンラインで行いました。でね、オンラインでやると、この DMV のページに行ってビークルレジストレーションにリニューアルということでね、ここでオンラインにリニューアルをすれば、簡単に終わってしまう。本当にこの車まだ乗りますよということと、お金いくらです払いますで終わってしまう、そんなね簡単なサイトでお金を払えば2週間後に物が来るということになります。ただですね、今回はね、大きく違ってたのは、そのスモークチェック、商用車なので、ちゃんと基準に、沿ったね、排ガスをクリアした車であるかどうかというのをチェックされますので、それのね、チェックが一つあって、順序としてはスモークチェックを行った後にここで支払って、シールステッカーが送られてくるということになります。さてですね、ちょっとね この今度はスモークガスのチェックのところなんですが、非常にね近くにある昔からねもう利用してる、何年だろう、もうかなり前から利用している10年近くかな、このねスモークガスチェックするお店なんですけれども、これはねカリフォルニアに認可の受けたお店しかできないようですね。そこへね、持っていくとわずかね15分ぐらいで終わるテストなんですよ。そのテストをねやると、このお店の方は、DMV に対してこの車はちゃんとチェックを終わりましたよということで報告をしてくれます。で報告をしてくれると、先ほどカリフォルニアの、
DMV のページでですね、お金が払えるようになって、それでも全て終了ということになるんですね。まあ問題さえ起きなければね、ここへさっと行ってわずか 2,30 分で済む、そんなテストなんです。そしてね、テストが終わるとね、このお店からね、こんなような明細をいただけます。まあ、見るところ、チェックに要した金額と、それから DMV に対してリポートしたというフィーがですね、合わせてね45ドルと非常にね安いんです。でね、以前ねディーラーでおいくらですかって聞いたら、ディーラーで195ドルかかるって言うんですよ。同じ内容で随分値段が違うなということでね、まあ私はもうディーラー行かないで必ずねこのお店にお願いするようになっています。これが裏面でね、内容こんなことをしましたよということで、ここのオーナーのサインがあって、これがあるとね受けたということのね、まあ証拠になるわけですね。まあ電子的にはね、DMV の方には多分これで連絡が行ってるはずなので、まあ受けてないんじゃないかなんていうことはないと思うんですけどね。さてね、支払いのページ本当はご紹介しようと思ったんですが、一回入れてしまいますとね、もう二度とそのページ出すことができないので、まあ今回はね払ったというね、そんなね、まあこれはレシートですよね。まあレシートを持っていると、まあこれだけ、やってあればね、問題はないだろうということでね、そのステッカーが来るまではね、この2つをね、まあ、ダッシュボードに入れて、まあ、そんなことはないとは思うんですがね、仮に警察ポリスにですね、まあ、止められた時にね、先ほどのプレートからもうその日付がね更新がオーバーしてるってことになっていても、まあ、これを見せればね、もうやってますから、あとはシールが送られてるのを待ってるだけですっていうことは言えると思うんですね。ですからね、まあ、安全のためにね、ここにね、ダッシュボードに置いてありますが、実際2週間で来るのでね、もう1ヶ月前ぐらいにやってしまえば全然問題はない話だと思います。まあそんなんでね、6月というのはいろいろね、1年の定期点検もあるし、この車両登録の更新もあるしとね、まあ忙しいしお金もかかるしと、まあね、いろいろね大変な月ではありました。さてですね、ちょっと今回前回の動画でお知らせした通りね、実はそのカリフォルニアのその大気汚染について、まあインチキをしディーラーが、ディーラーというかメルセデス・ベンツがですね、まあ訴訟になっていて、その修理をしなくちゃいけなかったと。でそれをしてしまったがために、スモークガスチェックがねできなくなったってお話をしたと思うんですね。で、今ねちょっとご覧いただいているのが、これがねオートモーティブダイアグノスティックスキャンツールっていうもので、これをね車のちょうどそうですね、アクセルの上ぐらいのところにプラグがあるんですが、これをつけるとね車のコンディションがすぐ分かるようになってるんですよね。で今回もね結局、一旦、修理でリセットしてしまうとこのスモークチェックができなくなるわけですけれども、この機械をねつなげていくとスモークチェックができるようになったらすぐ分かるみたいなんですよね。でまあね、この車にフィットするのが今ねアマゾンで見たこのダイアグノスティックスキャンツールということでね、ちょっとねそれがね欲しいかななんて思ったんですけどね。いやーまあ2年に1回のチェックのためにこんなのあってもしょうがないなと思うんですけどね、まああくまでもプロフェッショナルツールですのでね、素人の私にはいらないけれども、まあちょっとねエンジニアの私としてはね心をくすぐられるようなツールではありますね。まあねそんなこんなでね、まあいろいろと大変だった6月ですが、次のねスモークチェックはまた2年後ということになります。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。